大、文字拡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 大。琉球新報の文字がどーんと大きくなりました。記事が楽に目に入って読みやすい。次々読みたくなっちゃうよ。読みやすいのがいいね、琉球新報。この子の母親は言います。 I am a child. I have a child. 私はまだ子供です。でももう子供がいます。早すぎる結婚や出産で教育の機会や命を奪われる子がいます。女の子に未来を。プランインターナショナル。 AC ジャパンはこの活動を支援しています。午前0時をお知らせします。 AOSR。 ROK 技術クラブ8月7日放送分です。はい、皆様こんばんは。こんばんは。時計の針は深夜0時を回りました。 ROK 技術クラブのお時間です。お相手は技術管理部の金城と石原です。はい、お願いします。まあ、金城君戻ってきました。ああ、はい、戻ってきました。戻ってきました。お疲れ戻ってきましたよ。ねえ、今大変ですよね。本当ですよ。大変です。で、まあ、ちょっと話が変わりまして、半日前なのかな、はい、2月17日ですね、高校野球の決勝戦が行われて、はい、まだ条件では全然同じですけれども、はい、まあ、結果はね、あの高南高校が決勝したという、まあ、大学なんですけども、まあ、チーム経験で、先週、塩川さんとも少しだけ話してた。はいはい。そうそう。うん。聞きました。どうでしたか。いやー、先週だけは暑いですよ。はい。で、テイアスタジアムの放送席が、テイアスタジアムの、上の方なんです。バックネットローク。はい。席の下ですね。で、そこまで、運ぶのが結構大変なんですね。機材搬入、はい、エレベーターで、3階まで上げて、そこから放送席に行くにはちょっとだけ客席を下って横に歩いて機材を、まあ、3階と最上階ですね。そうですね。エレベーター最上階、なんか客席の一番上までエレベーターで行って、でちょっと下がって、そうなんです。で横に放送席を作る通路を用意、通路っていうか本当に客席の間をよいしょよいしょって運んで、うんうん、大きなあの放送です。はい、結構大変でしたね、あれは。あれ、金城くんは片付けだけ、うん、そう、片付けだけしてもらえた。あの、普通的にやっぱ大変そうでしたね。女性が終わりそうなぐらいでちょっと行って、また2階みたいな感じだ。まあ会場も近いでね、そういうところのセルラースタジオの会場だったんで、はいはい、行って、あの、まずお手伝い行って、大変でしたね。片付けたら知らないですけど、片付けさえ雨さえ来たんで、たぶんすぐで行っちゃったんですが、みんな来たらもう大変だったんじゃないか。当日はすぐ寝ます。多分当日技術クラブ行けなかったです。めちゃくちゃ暑い。気づいたらもう朝です。そうです。そうそうことだった、僕は。そうですよね。まずは、もう、なんか、その話先週してなかったんですけど、ちなみに、テルナースタジアムの機材室と、おもとだけ、どっちが大変ですか？沖縄県最高峰、おもとだけ。どっちが大変ですか？いや、あの、
クスターがね、やっぱりね、ロボットが入れるとして乗ってたっていうのがあって、クスター、あー、テレアスタジオですよね、やっててクスターが来て、あ、同じがきつかったなって感じです。そうなんですね、思うとなんです。同じが、でもきつかったって、それで。あと横にも結構あるんですよね、広さが。例えば、後ろ側のマイク、三塁側のマイクとか、立てると、そこに配線するのが結構あれ、意外とあるかもしれない。そうか、使われてる。ちなみにですよ、僕の歩数計で多分見れるんですけど、はい、あった。7月11日の歩数をちょっと見てみます。あ、そんなに歩いてないですね。12,905歩。10.5km 歩いてる。7月11日、日曜日。485kcal。それくらい歩いてたんですよ、テレラースの中で、中だけでリポートの方もちょっと入ってますからね。あ、そうなんですか。ワイヤレスマイクの送信機を、あの上りの棒あるじゃないですか、あれにビニールテープで Google マップにして、でマイクをソーネさんが持って、それをリポートして、僕がなんかこうそこのワイヤレスの送信機がついた竿を持って歩く、横で公開フォトとかでよく見ます中継してるのやっぱりです、まあね、僕はね、片付けだけだったんで、突然まで、ライブで真っ暗に行ったんで、ちょっと忘れたかなと思って、皆さんも、ちょっと忘れちゃうかも、全体的な、あの、
自分の本当に初めてです。
月の天気ホトルスロイヤーの風がついてくる。クレヨンしんちゃんとドラえもんの放送時間が始まり、子供の話をしなくてもよかったことが幸いしました。笑いです。次は中波での演説で報告書をくれるよ。地震感覚を工夫したいと思います。もしよろしければ番組会員証のコーデザインの表示がいただければ幸いです。赤い箱はい、一部会は会員証と呼べてるわ。ドミノ・ピザ・カレーさんからもよろしくお願いします。毎日もうちょっと楽しく見ています。実は投稿なので少し緊張していますというメッセージ。山本さんが聞いてくださってるんですね。夕方なんいいです。今ますよ。そんなミスターカレカレさんなんですが、私は最近学校サブにハマってきて、あ、金曜日の夕方で6日も知らないで曲を流してみていただきました。学校5時半の間に行ってます。の裏だったんですね。今は場所取りで、はいはい、そうなのかな。全部買ってますね。ありがとうございます。いつもメッセージメールで送ってくださって、まあそうですね、はい、何度か送ってきたのかね。これキャラクターの、はい、ありがとうございます。ただ一つのそうですね、ちょっとね、あのお時間用意しましたので、はい、よろしくお願いします。地震報告書が僕のデスクの上は地震報告書が渋滞しております。順番待ちいっぱいということで、今週は、地震報告書を紹介しました。番組に向けたメッセージの宛先、メールアドレス、ハンダアットマーク、R 沖縄、CO.FM、番組のメールは、ハッシュタグ、ハンダ、この番組は、ニュースアカウント、NHK から出て、行きましょうかね。メグ&ドリンクで東京割り。
でドリンキンホッピーで東京アルプスというところ、はい、いやいいですね、うん、レコーディングしたスティングエンジンバズっていう、この曲僕は知らないので調べてみました。そのレコードのラインナップに鈴木よし作品があって、でこの方ちょっと聞いてみたんですけど、憧れの河合コーを作曲をするって、僕が東京アルプスっていうのが昭和28年リケールさんの歌で発売されたドラッグ、結構うん、2曲ですね、東京アルプス、あ、でも三つ星さんのライブに楽しい久々に撮った、あ、はい、でまたコロナでできてますからね、厳しいのかな、ラジオ機の人が結構なってます、うん、まあ、はい、そうですね、そう、いいですね、はい、いろんな感じもしますね、今週の曲は西原くんの選曲でも、ね、止める音をね、お届けしたんですけど、その中で、ハッシュタグ花畑64のツイートを見ると、キューシットって何枚ぐらい使ってるのかな、ありましたね、質問が。ありましたね。まあ、内容としてはもう、第何回なのかとか、日付と、あと時間と、大まかな喋る内容とかですね、コーナー名とかが入ってたり、CM のタイミングが書いてあったりするんですけどね、キューシット。技術クラブだと A4 1枚だけなんですよ、実は。先週の何枚あったんですか、あれは4枚くらいありましたけど、実は技術クラブの Q シートの裏には、腰回数というか、はい、腰ね、そうですね、使い回しの神、はい、そいつの Q シートが入ってます、あ、実は、はい、それを4枚ぐらいにまとめてかかってました、うん、ラッキー音声を、はい、技術クラブは1枚なんでこっちについてます、はい、基本生ワイドって4枚くらいですね、4枚くらいですよね、マルーンとかも、プラス4枚、うん、マル4枚、うん、あ、3枚か、あ、そうですね、3枚にあと今日の流れか、流れっていうコメントですかね、テーマの、はい、コーナーの紹介とか、あと今日はどんなコーナーやるか、今日はどんな日なのかっていうのを簡単にまとめられたものが別紙があるんですね、で4枚、4枚下地は3枚か、はいはい、3枚で花々が4枚ですね、最初か、うん、でトイツさんは曜日によります、曜日によりますね、七井さんは今日両面印刷してるので1枚から2枚、月曜日は1枚で火曜日は2分まであるんで2枚、うん、で地域さんは4枚、岩、うん、さんはどうだろう、三原さんは大体4枚くらいですかね、2分あるのは、ですかね、そんな感じです、でこれ本当に止めるか止めないかも、これディレクターの性格っていうか AD さんにもよるんですか、 AD さんかディレクターかにもよりますね、こっち止める止めないかっていうのもあったり、止めない方がいいって思います、あー見てる人みたいな、物によるっていうかまあ今の現状を僕が担当するのは担当する分には星止めてるって言ってないのは、うん、まあ別に止めない、あ、そうですね、ホッチでも止めない方が裏切りを使うときはちょっとやりやすいです、番組終わった後にホッチ外してもらうか、まあ、ないし、なんだこれは難しいと思う好みの問題ですからね、これぐらいです、ワイドは、うん、4枚くらいですかね、うん、3、4枚ぐらいですかね、ちょっと振り返って、僕らはあ、だから、言ってもらわないので、うん、収録もは1枚のイメージがあるんですよ、あ、そうですね、そこら辺にポイポイされてる裏側の球場とか見ると、あ、なんだ、なんか1枚で止まってた、10分番組だと1枚、そうですね、結構ですね、今は技術クラブも1枚、うん、なんで、まあ、だってそれぐらいですかね、うん、90という感じの。
接種の会場を使います。いただいた方の中を1人に県内のアルバトの新しい専属ツアー券をプレゼントしています。あなたのぜひお願いします。はい、ここまでのお相手は実際の人の頻度と原でした。おやすみなさーい。今週のラッキー音声、このコーナーでは身の回りの音声をラッキー音声として紹介します。あなたもぜひ同じ音を耳にラッキーな一瞬をお楽しみください。今週のラッキー音声は機材やテーブルを入れるザル、カゴを積んで移動するときの音。皆様、日本が1週間、おやすみなさーい。ちょっと次の渡辺俊明先生がお亡くなり。